はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はサイエンスの平井さんに来てもらってます。はい、おはようございます。空調服は空調婦人服に変わったということで、新しいですね。やつ着てみました。お。で、あれですね、ファンが変わってちょっと、はい、で出ちゃうんですよね。フラットじゃないんですよね。少し外側に出るんですね。はい、これ斜めの角度になってる。あ、そうか、斜めになって空気の入りが変わるんですよ。確かになんかちょっとね、違う気がしますね。さすが、はい、なんか何かが、はい、違うんです。そうですね。で、はい、右がね、薄型で、はい、左が厚型ですけど、外に出てるものが一緒なので一緒なんですよね。中から見たらどっちかどうかは分からない、ね。まあ、中でもね、別に当たらないですね、体に。まあ、ね、もうちょっとあれすれば、はい、去年よりは内側の出っ張りは軽減されてます。外に出るんですか。あ、じゃあいいですね、はい。で、風力のマックスで右と左違うけどよくわかんないですね。右と左違って使う人なんかまあいないから、ね。まあ、まずいらっしゃらない。いないですよね、はいはい、ですよね、はい。で、ここのあれですよね、なんかあれが違うんですよね、この空気の出るところ。ボタンになってるんじゃないですか。そうですね。前は何でしたっけ、はい、前もボタンだったんですけど、紐が1本だけだった。あ、調節できるんでしたっけ、はい、これ。ああ、そういうことですね、はい、ボタンで調節できる。そうです。あ、はい、の穴ですね、ちょっと見えづらいですけど、ここなんか丸いこれが縁がついてるんですよね、はい。これ何て言ったんですか、リンゴ何リンゴ、何年素材の、何年素材の、はい、ラバー素材のリンゴを使ってます、はい、いいやつです、いいやつを使ってます。いいやつ、ね、はい、いいやつですよ。で、だいぶ進化したということが期待できますね。進化しまくりました、はい。じゃあ、空調婦人服ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。いつもご視聴ありがとうございます。でもチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの人は下の概要部分でチャンネル登録を、パソコンの人は画面をクリックしていただければチャンネル登録できますので、ぜひともよろしくお願いします。